はいどうも皆さんおはようございます。こんにちはクソレッキ製造工場へようこそ。工場長の龍です。さあ本日なんですが、皆さんはバブルマンネオというモンスターご存知でしょうか。これね、今まではですね、正規召喚ができないモンスターとして有名で、これ通常召喚できないんですよ、そもそも。自分のフィールド上の表が表示のエレメンタルヒーローバブルマンと手札の突然変異、まあ、メタモルフォーゼっていうこのカードですね。これが墓地送らないと出せないよっていう効果で、まあ正直最強効果持ってまして、これ、こんだけカードを使って3枚ものカード、エレメンタルヒーローバブルマンと、メタモルフォーゼと自分を使って3枚のものカードを使ってこいつを出していって、でさらに、フィード上にいるときはバブルマンとして扱って、このカードと戦闘を行った相手モンスターをダメージセプ終了時に破壊するっていう、もうあまりにも強い効果を持ってるんですよね。これ3枚カードを使って出して相手モンスターと戦闘したダメージセプ終了時にモンスターを破壊するだけっていう、なんかもう世界最強みたいな効果してるんですよ、マジで。3枚使ってやることかみたいな効果してるんですよね。うん、強すぎますね。で、このバブルマンネオを今回は、このメタモルフォーゼっていうカードが、今回アンリミテッドルームなんだけど、スタンダードだと禁止カードなんですよ、これ。なんですけど、これを、生成可能にやりまして、マスターテールさん神ゲーなんでね、まあ、定期的にその禁止カードが生成できるようになるんですけども、これが、生成できるようになったので、今回はこのメタモルフォーゼっていうカードを使って、エレメンタルヒーローバブルマンネオを正規召喚していくというね、こういうデッキを作ってきたので、早速ね、この、クソデッキを使って、デュエルをしていこうと思ってます。ちなみに、メタモルフォーゼって、禁止カードに、指定されている理由は、多分ですね、まあ、このノーデンとかラバレバルチェーンとかが、現役だった頃の、ギミックなんですけども、今や、こんなカードを使わなくても、デビルフランケンっていう、マジやべえモンスターがいるじゃないですか。このなんかデビルフランケンさんが禁止になってない環境で、なんかこいつ禁止にする必要あるかって思ってるんですけども、まあちょっとなんか謎にまだ禁止なんで、まあ、メタモルフォーゼを今回は使って、この最強モンスターを爆弾させるっていうデッキをね、皆さんにお見せしようと思ってます。デュエルスタンバイ。メタモルフォーゼってなんで禁止なんだろうね。なんかデビルフランケンの方が500億倍強いんだけど、これもう別に解除してもよくねえか。リミット1ぐらいでもいいけど、まあ別に。あ、来た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 。これ別にさ、いらなくね、これ。これなんかさ、別にさ、なんか通帳魔法だし、こいつなんで禁止なのかなっていう。バブルマンネオ君正規召喚できないからさ、ちょ早めにさ禁止解除した方がいいんじゃないの、コナミさん。ちなみに当たり前にバブルマン持ってるから、これシャドウミスト墓地送ってバブルマン持ってくるやついる今の環境でシャドウミスト墓地送ってバブルマン持ってきてるやついるかな。俺はあんま見たことないね、少なくとも。とりあえずエアマン召喚するわ。でエアーマン効果発動、ヒーロー持ってくるぞ。ここはソリッドでだ、ソリッドバブルだな、これ。ソリッドバブルなんだよソリッドバブルって、聞いたことないぞ。D 落ちてるけど蘇生できないから、まあ、ソリッドバブルだなこれ。ソリッド召喚でバブル特殊、はい、出てきたからヒーロー出せるからバブルマン特殊召喚してでだ。一旦サンライザーかな、これ。サンライザー出して、ソリッドマン巻き込めばいいから、ソリッドマンとエアーマンでいいね。でエアーを蘇生した敵やから、こうでしょ、ここにいいですよね。でここでサンライザー出していく、はい。でだ、サンライザー効果チェーン2じゃない、ソリッドマンチェーン1。これね、エアーマンがね、タイミングめっちゃ逃すんですよ。だからチェーン1で特殊化してあげないとめっちゃタイミング逃すから、ソリッドマンのチェーンをね1にするのがねめっちゃ重要、ヒーローデッキは。で、サンライザーで、ミラクル持ってきて、でソリッドで墓地からエアーマン特殊で、エアー効果で、まあ普通ここファリスとか持ってくるんですけどね、はい。当たり前に僕は、バウルマンネオ持ってきますよそしてフィールド上のバブルマンと手札の、メタモルフォーゼ墓地送り現れろ、エレメンタルヒーローバブルマンネオ。うお、正規召喚来たー、バブルマンネオ来たー。正規召喚だぜ、これができるようになったんですよ皆さん。やりましたね、神ゲーが始まった。これアブソルトゼロいけるな。
これアブソル、え待って、これアブソルアシドできんじゃん、これ最強か、これなんかバブルマンネオ、バブルマンネオ護衛部隊強すぎ、バルタアブソルートゼロ特殊、これでマスクセットして、だって相手のターンでサンダーボルトとハービーのハルバキュー、強すぎる、あまりにもやばい、ちょやばい、強い、ちょっと強い。ちなみにエレメンタルヒーローバブルマンネオの効果を説明しよう。こいつは、このカードと戦闘を行った相手モンスターをダメージステップ終了時に破壊するという効果を持っている最強。ちなみにダメージステップ終了時にだから自分も死ぬぜ。ちなみにな、ちなみに戦争のペンデラムグラフ、何ペンデラムテーマ、魔術師か EM か、わからん、あなんだこれは、防災、でもさこれさ言うてさ、マスクしてアシッド出したらめっちゃ強いんじゃね、デュエルサドメントいいよ、ぜひもうサーチャー好きにしな、全く問題ないね。で、はい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 、で魔術師持ってくるやつね、いいよ、全く問題ないよ。これペンデラムスケール貼った瞬間ぶち壊せばいいんじゃね、ドクロバットジョーカー OK、 ドクロバットジョーカー OK、でエンタメイとか魔術師を持ってこれるか、オットアイズ持ってこれるか、はい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 、いいでしょう、はい、いいですよ、いいですよ。で警官発動、ここじゃねえか、ここじゃねえか、ここだろ、マスクチェンジを発動、対象はエルダヒーローアブソルトゼロ、アブソルトゼロを墓地をくれ、水属性のマスクヒーローを出せるぞ、いけマスクドヒーロー、アシッドをマスクチェンジの効果により融合召喚、超変身、そしてアシッドとアブソルの効果を発動、相手のフィールドのマジックトラップカードとモンスターを全て破壊する、絶対レード、うわーっとドローン、よーしツー、アブソルアシッドツー、いけー、バブルマンネオ、お前何してんだ、お前何してんだ、お前バブルマンネオとかいうモンスターガチで何もせんやん、なんだこいつやばい、まずいぞ、ペンデラム召喚でまだ展開を伸ばしてこようというのか、まあ、やばい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 ぞ、わペンデラムやばい、まずい、じゃ早かったのか、いやでもペンデラム召喚した後は遅いもんな、いやさっきのタイミングでよかったんだ、ここでやばい、エレクトラムまずい、エレクトラムはさすがにまずい、エレクトラム効果、エレクトラム効果でアストログラフ加えますよね、はい、まずですよね、アストログラフを回収しますよね、これ多分、はい、回収してからワンドロー入ってくる、アストログラフが出てきますよね、あ、オッケーで、アストログラフ出てきます、え、やばってね、これ羽暴起とサンダーボルト打ったのに止まんないの、これこの人の展開マジ性能が違え、ドクロバット召喚いいだろ、いや待って、やばい、ちょっと待って、バブルマンネオくんしかないんだって、もう今妨害が、妨害と言っていいのか、まあ、サンライズも一緒あるか、ちょマジでやめてください、バトルフェイズ OK、 あー OK 耐えた、来た、サンライザーの効果を発動するぜ、サンライザーの効果によって他のヒーローが戦闘を行う場合、フィールドのカードを1枚破壊できる、エアマンは殺したのも別に問題はない、よしよし OK、 よしよくやった、バブルマンネオ護衛部隊、バブルマンネオはそれだけ、あ強い、フュージョンネシが強い、エアーマン召喚、そしてエアーマン召喚成功時効果発動、ヒーローモンスターを持ってくることができる、あの魔法トラップカードも入ってるのか、まあまあ、ヒーローモンスターも来るわ、そしてよし最強カードが手札に加わったよしそしてフュージョンデスティニーを発動、フュージョンデスティニーの効果により史上最強のモンスターを融合召喚する、ちなみにもちろんある意味環境だからディバインも使えるぜ、行けディアボリックとディバインで融合召喚、現れろデスティニーヒーロー、デストロイフェニックスガイ、そしてバブルマンネオ攻撃表示に変更、行くぞバトルベイザー、いけバブルマンネオでアストログラフに攻撃、サンライザーの効果発動、サンライザーの効果により相手のこいつ破壊してもいいな、交際の魔術師を破壊、うわーバゴーン、そしてダメージステップ、オデスティレオスぶん投げでエレメンタルヒーローバブルマンネオの打点を上げていく、うおーどりゃー
待って、これちょっと待って、これバブルマンネオいる？バブルマンネオとかいうモンスターアドソンすぎるんだけど、マジで3枚使って出してんのおかしくねえか。あれ3枚カード3枚使って出す性能じゃないって、あれマジやべえな、あのモンスター。あ、ヒガンニッシュやばい。さすがにソリティア始まるか。アンリミテッド環境でヒガンニッシュ許したら終わるぞ。ゼンマイティやば、世界が終わった可能性がある、これはこれはね、世界終焉の、あーやばいね、これはこの展開を許して生き残ったものはかつていないと言われています。はい、あの伝説ではそう言い伝えられています。何サーチした、大革命やば、大革命とかいうクソやべえカードさしてる。こいつ何すんだ一体。レスキューベレット、まずい。こっからは圧倒的最強モンスターたちが並んでいく。ドラグニティファランクス、何処刑人マキラ、バッバカな。あれはもちろんぐらいただ一回だけ手札からトラップカードを打てるとかいう最強モンスター、ちなみにエラッタされて帰ってきました。エラッタされて帰ってきましたので、まあ一応一回だけになりました。バロネス来たー。え、大身長シムルグ、なるほど、超重族を含んでるからね。はい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 、なるほど。でトレパン効果、万華鏡を除外するとレベル1を出せる。出た、弾圧されるたびいつの日か G を手にすることができると信じて日々の生活に耐えている。なるほど。からの逃げ惑う民、いつも苦しみに耐えているがいつか必ず革命を起こすとここに誓っている。まずいぞ。何、そして魔法カードを3枚除外、やばい。団結するレジスタンス、大革命来た、やばい、うわー逃げ惑うため弾圧される民、団結するレジスタンスが存在する場合相手の手札全て僕直令、相手の手札上のカードを全て破壊する最強カード、バカな、バカな、これがクーデター、これが国民によるクーデター。いや、やばすぎる。うわ、ワンチャンにかける天使の施し、うわー、あ、すみませんでした、大革命で強すぎ笑った。